大口盆地の地形図大口盆地は、九州南部の鹿児島県伊佐市にある盆地である。伊佐盆地あるいは伊佐平野とも呼ばれる。140平方キロメートルの面積を持つ、鹿児島県内で最も広い盆地である。クリップ大口盆地周辺標高は100から200メートルあり、西部、北部、東部を、日殺火山群、南部を、北札火山群に囲まれている。 海岸沿いにある平地と比較して、年平均気温が1摂氏1.5度低く、特に冬季は摂氏2度も低くなり、鹿児島の北海道と呼ばれることもある。2016年1月25日には、伊佐市大口で、九州の低地としては、過去最低の気温摂氏15.2度を記録した。春や秋にはしばしば霧が発生する。盆地北部から南部へ、羽根が 盆地南部を東から西へ横断する川内川に合流する。盆地周囲にはカシダン球が分布しており、南部にはシラス大地が見られる。盆地中央から南東部にかけて、ヒシカリ丘陵が横たわっている。古代には荒れ地であったが、755年5月に930名が入植し、ヒシカリ群が設置されている。本格的な開発は江戸時代に入ってからで、 河川回収などが頻繁に行われ広大な水田地帯となった。基盤となる四万塗装群の上に先進予から後進予にかけて活動した悲殺火山群や北殺火山群の噴出物が重なっている。大口盆地付近は噴出物の層が薄かったため、これが盆地の原型となった。この上に十三万年前に格闘カルデラから噴出した格闘火流による、 溶血業界岩や2万5千年前にアイラカルデラから噴出したイリトカサイリュウによるシラスが積み重なっている。イリトカサイリュウ以後は湖となり置き積層が形成されたが、川内川の侵食によって3000年前までに排水され盆地となった。ありがとうございます。